ベランダも戻れません。ただ見直しになっちゃいます。ぜひお見逃しがないようにご覧いただきますようにお願いします。ディズニーストア渋谷店にやってきました。舞浜だけでなく渋谷も大変なことに。10月3日は50周年のグッズ販売の日ですが、記念すべき販売日に悲劇が起きていました。朝から整理券が500枚配布されましたが、整理券は500枚、それに対してストアにあった在庫は、そして50周年だけでなくナイトメアとダンボ80周年の商品も同時に販売される日でもあり、店内は大混乱に。500枚配っていたはずの整理券ですが、なぜか整理券がなくても入れてしまう状況です。狭い店内ではどこに50周年のグッズが売っているかわからず、またナイトメアの商品を探す人で混み合ってしまい、かなり大混乱でした。50周年の棚は、今日発売の50周年の商品は全部完売していました。さらに悲劇は新宿にも起こっていました。朝から100名ほど並んでいた行列の先には、50周年のグッズは着せ替え人形以外全部なくなっていました。さらに50周年以外に悲劇が起きていました。ナイトメアと80周年のダンボの商品の一部が売り切れてしまい、残念な現象が起こりました。売り切れたのはナイトメアのシュシュ、そしてカタノリゼロ、そして湯たんぽのダンボ。今回この3商品が転売ヤーに転売されちゃいました。50周年のグッズの転売ヤーに買われちゃったってことですね。転売でおなじみのあのサイトでは早速販売されていました。ソリーのシュシュは1980円だったものが3500円前後。カタノリゼロは2200円だったものが3500円に。そして最悪なのはダンボの湯たんぽ。4620円だったものが7300円。めちゃ高くなってます。もう手に入らないであろう50周年のグッズ、こちらに関しては某サイトは見ないようにします。なぜこんな悲劇が起こってしまったのか、それは10月であることも関係しています。10月といえばアメリカで言えば新年度、そうディズニーストアはアメリカ資本です。新年度である10月に新商品をたくさん売る、なので販売日が重なるのは当然です。緊急事態宣言が解除された初めての週末、新商品発売と重なってしまい、大惨事になってしまいました。
これだけあんだからな、やっぱさっきの。あれかと。顔を切ったのかわいい。